川の向こうの山にある化石の町に行きたいな。川の向こうの山にある化石の町に行きたいな。はい、こんばんは、 DJ あやなです。毎週土曜日午後6時半から7時15分のエイズミュージックプレイヤーは音楽とトーク満載でお送りしてきました。 DJ あやなのコーナーですが、皆さんに内緒にしてたんだけど、実は今日で最終回を迎えてしまうんです。エイズミュージックプレイヤー、いろいろありました。ワロップ放送局、私4月からやってきたんですけれども、まあ、たくさん成長できたと思います。ですが、まあ、この集大成を迎えてですね、いろいろハッピーに終わらせられたらなと思っております。突然ですが、ニュースの時間です。こんばんは、こんばんちは。土曜日の夕方、いかがお過ごしでしょうか。本日はゲストコメンテーターをお招きしております。ミュージシャンからのゲストです。エイズミュージックプレイヤーではおなじみ高雪加藤さんです。よろしくお願いいたします。それでは早速本日のラインナップをご紹介いたします。 CM 明け10分のコーナーは A の世界、高雪加藤さんをお招きし、 A の世界最終回にふさわしく音楽とは、そしてインディーズとは、メジャーとは、そしてエイズミュージックプレイヤーを振り返りながら、高雪加藤さんを講師にズバリ音楽の魅力を検証研究していきましょう。第2幕ではコンペイトーからやってきたサブカル音楽研究員アニャアニャのコーナー、今日も助っ人研究員加わりました。最終回どんなモンスターを倒すのでしょうか。第3幕ではエンタメ天気予報あたりのコーナーです。今週最後、高雪加藤さん自身の情報を掘り下げます。そして番組終盤の15分のエクストラタイムは、この番組のファンの方の愛によって蘇る15分間です。なんと最終回ではこの15分間でサブカル音楽研究員アンニャンニャンの登場でございます。なので本日もお聞き逃しなく、最後の最後の15分もお聞き逃しなく。それでは一旦 CM です。